1998年12月の新入団発表で野村監督と握手する藤川球児大阪港町の産経新聞社のロビー。久々に出社すると産経スポーツへと続く玄関にロボットが仁王立ちしていた。警備の一員だろうか、何かを読み取るのだろうか、ピカピカと光る部分があったり、何にも悪いことをしていないのにゾクッとしてしまった。チャット GPT をはじめトラソナはだんだんついていけなくなってきている。公民館にピンクの公衆電話があるとホッとする。スポーツ新聞の原稿執筆も近い日に AI が勝る。勘弁してくれ。編集局の窓際に座りながら古き良き時代に帰れたらいいのになぁと思ってしまう。そこに現れたのが整理部、写真を選んだり見出しをつけたりして紙面をレイアウトする部署の大島博樹がおはようございますと挨拶してきた。岸和田出身でだんじりファイターのごとく締め切り前でもパニックになることなくいい意味で割り切れる好青年。普段からつけているメガネはなし。パーマをかけたりおしゃれな髪型は刈り上げている。僕の地区では12、13日が本番なので先週だんじり祭りの準備で大忙し。6日は試験筆記があります。いわゆるリハーサル。選手の人にとって1年で最も大事な時期。コロナ禍でどうなるかと思った時期もあったけれど、江戸時代中期に始まって300年以上の歴史と伝統を持つイベントで絆を強め合う。もうそんな季節だ。阪神の一軍はこの日も全休。甲子園でトラバンサブキャップの原田亮太郎が待機していると桐敷がトレーニングに訪れ、原田も驚いた。岡田監督へ感謝の思いを語ってくれました。正式発表はもう少し先になりそうだが、岡田監督が退任し藤川監督が誕生する流れか。この日サブデスク席に座っていた川端良平は元球児担当としてこんなエピソードを語った。シーズンオフのイベントで子供たちの質問に答えるというコーナーがあったんよ。川端が目撃したのは質問されるとすっと膝をついて子供の目線に合わせる球児の姿。他の選手は突っ立ったまま、球児だけだったそうだ。子供への接し方がとても上手だった。子供の緊張がほぐれていったのがすごくわかったわ。現役引退後の野球教室でも女の子がキャッチボールをしていると、いいやん、いいやん、と褒めて気持ちを乗らせて、もうちょっとこうした方がいいよ、とアドバイス。そして劇的に上手くなっていった。こういう風に伝えたら、うまくいく。そんなメソッドが、球児さんにはあると思うんよ。球児語録が、川端は楽しみで仕方がない。藤川 SA は縦島に入団した時、野村克也監督から野球の他にも才能を持っていそうだ。タレントにもなれるとトーク力を褒められた。確かにヒーローインタビューではユーモアたっぷりのメッセージでファンを楽しませてくれた。トラ戦士の皆さん、もう最高です。はマジでやめませんか？思わず言いたいのはわかるけど、ライバル球団の監督のフレーズですしね。様々なところで球児改革が行われそうな匂いが漂っている。阪神だけじゃなく、メジャーリーグにも挑戦し、独立リーグにも所属した若き苦労人に期待大。プロ野球日程へ。